空を見上げたのはいつですか？空を見上げるのを忘れていませんか？これから少しの時間、銀河の旅に出かけてみましょう。秋の夜、南の空に大きく広がる水亀座。水亀座自体にはあまり明るい星がありません。目印になる星座は、空を見上げれば目に入りやすい真四角に並んだペガスス座。ペガススの下にある三つ矢と呼ばれる小さな星並びが水亀の亀の口の部分にあたります。水亀座には王の幸運、幸運中の幸運、秘密の幸運など幸運の名のつく星がたくさんあります。この名が付けられた古代では、水が豊富にあることが幸運、いかに水が大切にされていたのかが忍ばれます。水亀座には星団、星雲が合わせて5つあり、流星群はなんと3つもあります。1つ目は5月4日頃、2つ目は6月28日頃、3つ目は8月中旬頃に見ることができます。ギリシャ神話では、水亀座はトロイの王子、美少年ガニメデス。体が金に輝くほどの美しさだったと言われています。その美しさに目をつけたのが大神ゼウスでした。ゼウスは大鷲の姿に変身し、ガニメデスを連れ去ってしまいます。実はゼウスは神々の宴会の給仕をするものを探していたのです。ゼウスはガニメデスに、神々の給仕をしてくれたら永遠の若さと命を与えると約束します。ガニメデスはこの申し出を受け、ゼウスは彼の故郷トロイにも国が豊かになるように贈り物を届けました。そして空を見上げればいつでもガニメデスの姿が見られるように、天にあげて星座にしたのが水亀座です。星占いでは、水亀座の守護星は天王星。自由と革命を象徴する惑星だと言われています。自由で個性的、天才肌の人が多い。あなたの周りの水亀座の方はどうですか？いかがでしたか？小さな小さな銀河の旅。それではこのまま素敵な夢を。